ほい、りょうチャンネル。山本亮太です。はい、Pチャンネル。おいつからあったんだ。山本ひかるです。男子必見よ、これは。お、今日は俺とひかるでホワイトデーで女の子がどう物をもらったら嬉しいかっていうのをシチュエーションを考えてあげる企画です。まず商品紹介パッ。りょうちゃんが女の子にあげたら喜ぶだろうなと思ったのがこのベルアメールさんのね、これ有名ですよ。最近ね、こうさ、状況、世の中悪いじゃん、だからなんかチョコレートとかのデザインもなんかあんまり暗い色を使わないんだって。へー。そう、明るい色を使ったチョコレートとかすごく多くて、そうで、今回りょうちゃんが買ったのは春らしい。そう、それ春らしい、そう、先に言っちゃったっけ、俺春らしいねって言おうとした言おうとした、がっつり言おうとした、先に言われたけど、いいと思うカラフルなの、すごい、見てラベとかもついてるの、ほんと見て見て、ね、映ってるか見てきてどう美味しそう、いいでしょ。で、これね、一つ売りとかもあるのよ、ベルアメールさん、すごくいいと思いますよ。男子一見ベルアメール、知らないでしょ、普通の男の子は。りょうちゃんは知ってるんです。いや、俺はヒカルのね、センスは大変よ変わってる。ヒカルのセンスはね、大変よ。俺がさ、甘いもんあんまり食べれる方じゃないから、うん、あ、そうだね、女の子も、そうだね、そういうちょっと苦手な人向けにね、うん、ナバラサさんのナバラサさん、心身相印というお茶です。あ、お茶ね、お茶で、これは心身相印、まあお茶なんだけど、まあ普通のお茶じゃなくて、うん、一工夫あるお茶なんで、はい、まあこれは後ほど。あともう一個は、もう一個あるのね、同じくナバラサさんのナバラサさんのナバラサさんの、うん、東方美人というお茶です。ウーロン茶です。はい、のもので、オリエンタルビューティーって言われてるんで、なんか東方美人だから、なんか飲んでなんか肌が綺麗になるとかっていう効果は、今のところ調べた感じは出てきませんでした。おい、モテない男子見てろよ、こうやってやるんだぞ自分でハードル上げてるじゃんじゃあまず、りょうちゃんが考えたシチュエーションです。彼女やって。あ、オッケー、ピカコ、ピカコね、うん、ピカコとして、俺はりょうたとしてとあるね、遊園地に僕たちは来ました。はい、あー、ピカコ、今日なんか楽しいな、やっぱり遊園地な、ピカコ楽しいね、そうだよなでな、お、ちょっとジェットコースターの方がガチャーン、はい、乗った。いや、怖いね。ドキドキするな。ガガ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 ジェットコースター中にそういう持ち込みやめてくださいって言われちゃうから。やったキュンの何パーの、キュンっていうかドキュンだよねおおまあこれはでも本当は真似しないでいただいてちゃんとしたのをお見せしますね。絶対いいの、シチュエーションとしては、はい、まあ家で彼女の帰りを待ってますっていうところからスタートで、じゃありょうたこ、りょうたこ、りょうたこ、りょうたこです、スタンバイ、はい、お願いします。はぁ、ただいま、お帰り、寒かったでしょう。いや、寒かった、ほら、お茶、寒かった寒いけど、寒い、あ、じゃあほら、手でこうやって、はい、温まっていいよ、おー、高いでしょここから、雑談で2分繋いでください。でも手温まった、は、温まった、優しい、今日はさ、うん、ホワイトデーじゃん、うん、だから、うん、プレゼント準備したの。え、何よいきなり、やだやだ、え、見て見て、やだ、ハート型のお花、花になってるの、そう、どうかな、うわ、キュンです。じゃあホワイトデーに乾杯、はい、でも本当はね、これだけじゃないんだ、え、指、指、え、え、いつも綺麗でいてくれてありがとう、はい、え、なにこれ、あら、二段階すごいじゃないこれはちょっと嬉しいかもね。
で、こういうなんかちょっと仕掛けがあったら楽しくさ過ごせるじゃん。どうでしょう。いいかもしれないよこれマジで。ヒカルとしてはちょっとマシマシ。はい、どっちが良かったかコメントください。え？ん？あ、ちゃんとしたものくれた。ちゃんとしたものヒカルから欲しいか。なんか私物私物。ね、せっかくのホワイトデーだからマジで欲しいよね。なんかないの？絶対あるでしょ。ね、ちょっと探してみるじゃん。これさ、本当になんかいいの出てきたらさ、すごく良くない？ないもん、これしか。マジウケんだけど。え、ガチ？ガチなやつ？ガチなやつだよ。言ってみるもんだね、みんな。ヒカルが愛用してるこのメガネを抽選1名様にあげたいと思います。で、これが欲しい方はあの概要欄チェックしてね。もしじゃあ当たらなかった方はあの自由の方ではい、自由の方で買って。りょうたもなんかあげねえ。だったらちょっと探してこい。ちょっと待って、あるかな。それなかなかでかいじゃん。そうだね。でもダメなの？いや、これはダメだね。その結果はじゃあこれ石田さんからもらってやつ。いただいたもの投げるって最低だからね。マジでないからちょっと待ちいいろ。これはマジでないんだよ。ごめんね。これをあげたいと思います。直筆メッセージサイン入り。これはあの家に届くまで教えません。これを1名様にあげちゃいます。応募方法はですね、まずどっちのが欲しいか、メガネかりょうちゃんの素晴らしいサイン入りのメッセージか、どっちが欲しいかで、なおかつりょうちゃんとヒカルのインスタのフォローしている方と、まあ名前、性別、住所と、あと皆さんそれぞれのインスタのアカウントを載せてご応募ください。お願いしますという感じだよね。うん、はい、この企画終了。それではまた明日。ないんだって言ってたら分からん。